第1回戦ということで、今回も3回戦を落とすと、さあ残り1回は最後の4匹まで大丈夫です。誰も寄ってこないというのはマジで攻撃がですが BBR のスキルが変わらなかった。 BBR が場外ですね。 BBR 場外です。ビル壊れてますね。大丈夫ですか？それ離してください。大丈夫ですか？黒カットとサポーターがちょっと今周りいないですね。さあ、ここは救世主、ウィルがなんとかこのリームをなんとか倒せるのか、あと6体です。逃げてます。あと5体。その弱気な視線が負けを知りました。あ、生き残る。さあ、その間にですね、こちらクラフトワークが落ちました。今4個かな。さあ、風も動かずに待っている、風を動かずに待っています。4機じゃないの、これ。5機ね。それもダメですか？これダメだ。はい、じゃあ終了。こちら4機が次の決勝に進めます。さあ、早くも落ちる機会がありますね。さあ、スタートいたしました。ないとか、思ったーって、いきなりアウト、さあ、ホイールは2分間のさあ、タンタンタン、キリスタンタンタン、さあ、そこにグラブを回復してますよ、おっと、すごい勢い、キリスタンもいる、グラブとあれすごいの、連休に、熱か、ちょっと揺らしたら、こっちにガーン、さあ、ホイールがなんとか、その形がある状態で、さあ、ダブルダブル、おっと、さあ、相当優勢になりました。ここで脱落。さあ、カズダブル、あっと、カズダブル、アウト。さあ、これは、これ RSV 有力ですけれども、色物2体も残っています。色物2体も残っています。さあ、RSV ちょっと入れない状況を使っていってますが、さあ、カズダブル対ホイールが。どうなるのか、この試合、全く見えません。走行形態、あと1分しかありません。さあ、変形中に戦えるのか。さあ、カンタで向かっている。さあ、様子を見ている RSV。脱輪ですかね。さあ、ロボット競技とは思えない脱輪が発生しました。ちょっとカンタも動いてない。さあ、そこに RSV が突っ込んできて、まずはホイールを押し出すか、ちょっと届かないですかね、ホイールはちょっと、さあ、タンタンと RSV が協力して、ホイールをなんとか助けてあげるようにも見えますけれども、さあ、ここでホイーラーが、アウトですね、ホイーラーが残念です、アウトです、さあ、タンタンと対RSV、さあ、これだ。さあ、どうなるか、カズダブルかなりアウトになりますが、さあ、RSV どうするか、さあ、近づいて、RSV に両親はあるのか、さあ、ここどうなるんでしょう、さあ、RSV もかなり攻めあふれてますけど、カズダブルも、なんとか脱出したいが、これは素晴らしい。さあ、かなり攻撃はレジが落ちた。誰かレジ落ちました。さあ、ここどうしたらいいかもう迷ってますけど、吉田さんどうしましょうか。RSV3 かなり追い詰めていますから、さあ、ここで、カズタでかなりかかってます。さあ、RSV ここでどうするか。ここで強力な横パンチを見せたらかなり増えましょう。どうなるでしょう。かなり試合が見えません。さあ、